入れて、では霧を発生させてください。こちらに今風が出ています。霧を発生させると見てください、こちらにどんどん誘引されているのが分かりますか。どん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 こちらから勝手に引き込まれてますよね。誘引されて引き込まれて、そしてここで噴射した風の流れで勢いを増して流れています。でここでもう周りから空気が巻き込まれて、なんとこのインペラで作り出した風の18倍もの送風量になるんですね。そのためにより遠くの人に均等にね、たくさんの風が届くというわけでございます。頑張ってます。あ、ではせっかくですから反対にもこちら、では今度はこちらに向けてます。ではこちらの皆さんまた近づけると、見てください、どんどんこちらに誘引されていますね。はい、ありがとう。ということでエアマルチプライヤーの送風量の秘密はこの形にあったんです。この形によって送風された空気の流れによって、まあ、風圧というんですけれども誘引力、周りの空気が巻き込まれるんですね。それで18倍もの、送風量になる。それがこのエアマルチプライヤーの送風量が増える、仕組みでした。こんなね、見たところすごい、もうただの円形な感じしますけどもね、すごい、よくご覧になると分かりますけど、微妙な角度がついて計算された角度なんですね。こんなところから生まれる風の流れ、まあ、不思議だなと思いますね。はい、ありがとう。さあ